やばい、急げ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 今時刻は19時59分急げ急げえー、本日うん8月24日プレミアムバンダイですね得意のえー、昨日もプレミアムバンダイで予約が開始になりましたけどもあそうか俺関係ないじゃん <laughs> これね あのー、魂ネーション20 2021の開催記念商品、えー、例年通り毎年毎年やっておりますけどもあでもこれを予約しようと思ってたんだレンジャーキーうんよしよかった、えー、とりあえずね動画を撮ってますけどもプレミアムバンダイのお話でございますさあ、えー、カートに入れるというのが復活してますのでカートに入れましょうすごいアプリサクサクですね やっぱりめっちゃ全然余裕でいくびっくりあもう変えたわもう終わりほら <laughs> 完了はいやちなみに本当は動画撮りたかったのはこっちね、えー、魂ウェブ商店の開催記念商品ただこれね俺あのー、魂クラブの魂ネーションクラブの あのー、ランクがオーシャンなので事前購入できたんで事前購入してたんだでえー、7万いくらだったかな確かほとんど全部買いました、まあ、その中でもやっぱり一番欲しいのはこのジェミニのサガのゴールド24なんですけどもまあ他にもいろいろ買いましたけどもえー、これ12時からだ 11時からはこの天豪カイジャーのあのレンジャーキーだけだ今俺値段見ないで予約したけど5,500円なんだ安いあこのアフター豪快ヒーローセットだから豪快ジャー以降のレッドの、えー、レッドというか主人公のねあれだねレンジャーキーが付属と、まあ、ちょっと高いか5,500円 メモリアルエディションとしてやると音が鳴るよということで。であと昨日なんですけどもこれですね「セイバー」最終回を迎えまして「ワンダー・オールマイティ・ライド・ブック」ん「ワンダー・オールマイティ・ワンダー・ライド・ブック」<laughs> えというねなんか最強フォームなのかなんなのかちょっとまだ僕見てないのであのー、あと2話ぐらい見てないのかな多分最終回まで。 だから見てからねお話しできることなんですけどもとりあえず予約しましたでまだ今でも予約できますでもう一個大事なのこっちねはい「究極大聖剣、えー、火炎剣劣化水星剣流れ雷鳴剣雷カズチエンブレムセット」ということで19,800円なので2万円ですね高い竜曹ジャーの、えー、メモリアルエディションが1万6,000円だったのに対して これは万千万千円抜刀後のプロポーションを再現フル塗装で豪華に装飾ということで230%超でかいもう本当のガチ犬でえー、本商品は中国にて展開する商品の金型を流用し日本向けの仕様に変更したものとなります、えー、って書いてあるんですけどもこれ何かというと CCP エキスポだったかな確か。 あの前去年はゼロワンドライバーの赤いやつあとその前はジオでいうとゲイツのえ特別カラー版みたいなのが販売したイベントが中国の方で行われてるんですけどもそちらにてえこのもう商品は発売されたのかされてないのかちょっとよく分かんないんですけども発売するという情報がね出ててでそれでネットでね 調べてたんですけども、意外い一向にこう出品がないなと思ってたら、まさかのプレミアムバンダイで売るということで、日本向けにね。で、変身音、必殺技音を足す収録ということで、多分ソードライバーとは連動しません。ていうか、間違いなく連動しません。長いしね、うん。大きさが全然違うから。わかんない、実際入るかもしれないけど、ソードライバーに。ただ、うん。えー、この。 剣単体ででで音が鳴るで光る光って感じですねセリフモードではトーマのセリフ入り変身必殺技が可能で流れモードとかだとみんなそれぞれのねあれが可能ということで劇中 BGM を収録心眼リーダーボタンで習得必殺技ということで要はボタンということなので実際にこうリーダーではないってことでしょうね多分。はい とということでこでででちらの商品は今でも予約できますすぐなくなっちゃうかなと思ったんですけども2時とかになるかなと思ったんですけどなんないですねえー、僕は3本予約しましたえー、まあ全部このね3人再現できるというか一気にねで購入制限は50本までなので100万円ですねもう10本欲しい人は <laughs> まあ多分そんな買う人はいないとは思うけど でもすごいああののー、の価値のあるものだと思いますやっぱメモリ流聡家のメモリアルエディションのあのねでかいのももう今すごい価値が上がってるしやっぱりこういうね初期の設定の値段が高いものでこう魅力のあるものやっぱその劇中再現みたいな俺はやっぱそういうの好きな,好きなのですげえウルトラマン光のシルバーリングかっこいい。 知らなかったまあプレバン見てるとね、えー、プレバン限定のものだったりプレバン限定じゃないのにプレバンで売ってたりするのでちょっと最近そこがねまあ前からだけどちょっと騙されがちというかあの一般販売でも普通に売るものなのにこうあるじゃないですかプレバン限定かのように醸し出してこう普通に売る。 こういううい服なんかまさにそうですよ普通にしまむらとかいろいろそういうね百貨店でも売ってるのにあのー、プレバン限定化のように定価で売るという騙されて買っちゃうという知らなくてねそしたらすごく高いみたいな結構ありますよねまあそんなこんなでえー、今日はプレミアムバンダイで予約しましたというお話でございました。 あとちょっといっぱい買ってきたものがここにあるんですよこんなにたくさん買ってきただったりガチャガチャやったりとかなんですけどもたくさんあるのでまたね買ってきた動画撮りたいと思いますそれではまた明日